じゃあ惚れやすいんですね。そうなの、いや本当にそう。ちょっと飲みに行こう、いろいろ相談したいことあります。2020年度第14回ジャパンカツ映画祭、ご覧の皆さんこんにちは。主催者でありますニューヨークにあるジャパンソサイティの映画事業部補佐、私ノエ・アンバーと申します。本来なら舞台上で、お会いしたかったんですけども、予定通り行かず、今日はバーチャルで長編ドキュメンタリー映画作家さんたちのゲストをお招きしてパネルディスカッションをすることを実現しました。短い時間ですが皆さんどうぞよろしくお願いします。新日本映画祭ジャパンカツは従来今の日本を切り取るようなラインナップ編成を意識しており、米国にいる皆さんに作品を通して今の日本の現状をお伝えする機能を持っていると考えています。その中でもいわゆるドキュメンタリー映画は時の記録として、本映画祭の目標を直接的に満たす役割を結果的に担っていることが多いと感じています。今日は撮影編集監督をすべてご自身でされているこの4人、お見送りのイアン・トマス・アッシュ監督、包んで開いての広瀬七菜子監督、セノーテの小田香織監督、そしてプリズムサークルの坂上香織監督、ドキュメンタリー映画作家には二分法があると感じますが、社会経済問題の医療や強制収容に焦点を当てていることと、対照的にヒューマニズムなポートレート作品、まずはそれぞれのお話をお聞きして、そして皆さんの被写体との信頼関係などカジュアルな話ができればいいなと思ってます。4つのこの作品をより深く理解することで、ちょっとでも今の日本を覗いてみたいと思います。まず、アッシュ監督になんですけども、2005年に映像制作で大学院を卒業されてから、2011年の 3.11 以降、福島は猪苗代で自宅医療での専門家であるコンタカール先生と一緒に日本を巡り、密着取材をして、2016年に NHK ワールドのインサイドレンズ特集で最初にダイニングホームと題した28分版を紹介して、半年後に今回のお見送りという78分版を長編に編集されました。公開は、昨年の5月でしたね。まあ、完成されてから、そして今回のコロナ禍の中、つまりこの作品のエピローグを教えていただきたいんですけども、とても厳しい状況かなとは想像するんですけども、コンタ先生の今の現状っていうのはどういう感じですか？はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、コロナの影響でいろんなことが変わっていると思うんですけども、そうですね、まあ、定期的にコンタ先生とお話もさせていただいているし、まあ、元気でいらっしゃいます。コンタ先生自身のお母様も今年ということで、まあ、いろんな個人的なケアが増えていると思うんですけども、一番最後に登場する畑さんなんですけども、畑さんの奥さんに毎年3回ぐらい会いに行ってお墓参りもさせていただいてるんですけども、このコロナの影響で、まあ、ゴールデンウィークとか、まあ、おそらく今度のお盆とかも会いに行けないだと思うんですね。あまり大きなエピローグというとそんなに大きく変わりがないんですけども、まあ、そのぐらいですかね。自社の顔を隠さず記録するっていうことは日本ではタブー意識っていうのはありますか？ちょっとブログを読んでたんですけど、公開された後に YouTube が予告編を取り下げたっていう件があったみたいなんですけど、そういうこと、さっき紹介の中にはあったんですけれども、番組バージョンもありましたので、ね、NHK ワールドに放送されたバージョンもありまして、まあ、どこまで話していいかどうかちょっと分かんないんですけども、そのプロデューサーとどこまで見せていいかどうかっていうちょっと議論って言いますか、どこまで放送できるかどうかっていう問題というかお話がありまして、まあ、私的にはその亡くなられてる方のそのアフターケアについて紹介しなければ、そのせっかくお家の中に亡くなられることができるのがの価値観がちょっと理解ができないと思うので、それをどうしても放送させてもらいたいと思ってて、まあ向こうは向こうでちょっとやっぱりタブーじゃないか。一番最初に言われたのが、ルールによって亡くなられてる方の顔が放送できないと言われたんですね。で、一番最初に日本語で言われて、で、まあもしかして私の理解が、まあね、日本語はそんなに
ね、分かんないかなと思って、じゃあ英語で説明してくださいとお願いしたら、英語で言われてもちょっと意味が分かんない。なんだろう、その亡くなられてる方の顔が映ってもいいんだけど、その亡くなられてる方の体を動かしたりとか、そういうところが放送できないと言われて、じゃあルールであればマニュアルがあるんじゃないか、そのマニュアルの中を見せてくださいとお願いしたら、ルールと言いながら書かれてないルールなのよって言われて、まあ、結局はそのプロデューサーが風習って言いますか、その要するに固いルールがないんだけど、皆さんがやらないことで、日本語が言ってないじゃなくて、同じことを体験しているので笑ってしまった。 OK、 ありがとうございます。あの、なんだろうね、まあ、結局はあらへんを作って、で、まあ、亡くなられてる方の顔が放送できないと言われて、私がすごいびっくりして、もうどうしよう、だってこの亡くなられた後のシーンが放送できなかったら番組ができないんじゃないかと思って怒って、例えば私がね、怒って亡くなられてるシーンの、あの、亡くなられてる方が映ってるシーンの全てを削除したんですね。そして今度もう8分ぐらい短くなったんですね。だからどうでもいいから、テーマとあまりつながってない、例えば、まあ、別にすごい大事なテーマなんですけども、労働介護のご夫婦もいたんですね。でそれはもちろんすっごい大事な話なんですけども、その労働介護についてのさらに違う番組を作れるぐらいの大きな問題なので、とりあえずは適当に8分ぐらいの労働介護を入れ、とにかくその亡くなられている方のシーンを全部削除すれば、何かを入れないといけないんじゃないですか、埋めないといけないから、じゃあ労働介護のシーンを入れたら、それをプロデューサーに見せたら、え、この番組の魂がないと言われたわけでしょとか答えて、だから大事なのよと言ったら、まあ、結局は私は全部やりたいところまではできなかったんですけども、まあ、ある程度までは、あの、亡くなられている方のシーンが入れられて、それでも私は満足できなかったので、まあ、それで長編作ろうと思って、そう、私が伝えたいことの全ては長編の中には入ってるんですね。やっぱり守ってくれたんだ。こちら、そちらでお力いただけると、ありがたいのを、ちょっと待ってください。大丈夫ですか？はい、こちらくじお願いします。それちゃんの上に失敗になります。はい、説明やめてください。はい、じゃあゆっくりお願いします。はい、ありがとうございます。それちゃんの上に失敗になります。このシーツとタオルで大丈夫ですか？お母さん、このシーツとタオルで大丈夫かっていう。はい、はい、次にその広瀬監督にお聞きしたいんですけど、今回は昨年の夜明けに次2度目のジャパンカッツになります。今回の包んで開いては実は2015年に企画が開始していて、撮影に3年、編集に1年かけられています。で本来であればこちらの方が処女作だったんですけど、劇場公開は昨年の末からになり、現在も再開中ということで、題材は11年前にお亡くなりになられたお父様が装丁家であり、装丁家っていう職業の本性を知るために業界の父と言われている菊池信義さんに撮影を申し込まれた。菊池さんにお会いしたのが、その映画の中にも登場する銀座の木の花という喫茶店だったというふうに読んでるんですけど、その時の印象とか、お会いした時のエピソードはありますか？なぜ菊池さんにお願いしようと思ったのかっていうのが、まあ、もちろん装丁家の第一人者であるっていうことはもちろんなんですけれども、菊池さんが書かれていた本が、まあ、実家の本棚にありまして、それを読んで非常に感銘を受けたんですね。非常にこう映画監督という仕事と近しいものがあるなと思いまして、装丁っていう仕事が何かこうゼロから生み出すっていう、絵を描くとかそういうものではなくって、文字と紙と素材あるものの規制の中から選び取ってジャッジしていくっていうのが監督の仕事と同じだなと思ったんですよ。あくまでこう自分は芸術家ではなく、こう職人であろうっていう姿勢に非常に共感を覚えて、菊池さんにぜひ取材をお願いしたいなというふうに思って、まあ、映画にも出てきていた木の花っていう喫茶店で話をさせていただいたんですけども、最初はあまりいい感触ではなくて、僕は映像が好きじゃないんだっていうふうに言われてしまったので、第一声に結構それで半ば諦めかけてしまって、あ、もうこれ絶対無理だなと思ったんですけれどもそれから数ヶ月後ぐらいにもう一度お願いしに行って、
て、またお話をなんとかこう説得しようと思ったんですけど、菊池さんがご自分から僕いいこと思いついたんだよってすごいおっしゃって頭に小さいカメラをつけて僕の手元を撮るというのはどうかと結構乗り気だったんだなっていうことがこの時分かったんですけど結構ポーズではないと思うんですけれども、一回断るっていうのは結構菊池さんのなんかこう一つの美意識としてあるのかなとは思って、でもこう言われたことによって非常にこうそこから触発を受けて、なんかもっとよりいいアイディアを考えようとするのが菊池さんなので、常に本当に自分がもちろん演出家でありながら、もっと大きな演出家をと常にこう戦いながら撮影するっていう感じの撮影でしたね。こういうものを撮らせてくださいって言ってもなかなかそれが OK が出ないので、なんとか説得するんですけど、もうちょっといいアイディアを考えてきてくださいって返されてしまったりっていうことの連続だったので、結構素材自体がそんなに多くはないんですよね。かなり厳選した形で撮影をしていました。先ほどおっしゃったように、その実家にあった想定談義っていう本の中に、器のように静かになるのが想定っていう言葉があったと思うんですけど、その実際には本とか言葉がどれだけ大切なのかっていうのを伝えるのが使命だと思われている菊池さんと、その饒舌になる菊池さんと、実際のこういう作業のなんか両面をどういうふうになんかバランス取るのが難しかったように読んだんですけど、菊池さんの思想として本当にこう自己表現ではないっていうのをよくおっしゃっていて、あくまでこう本の中身をこう外側に引っ張り出して器のように盛るっていうことを徹底してこう実直に続けてこられた方だと思うんですけれども、基本的にまあ本に書いてあることはあまり言いたくないってことを最初に言われたんですね。だからこれまでの取材だったりとか、本に書かれているようなことをなんか繰り返し聞くようなことはできるだけ質問としてしないように私自身も心がけていて、どちらかというとですね、作業されている時にそれどういう紙を使ってるんですかとか、なんでその色にしたんですかとか、現在進行形でなるべく質問していくっていうことを基本的にはずっと続けていたような感じですね。菊池さんのお仕事の手を止めずにお仕事に集中してもらいながら、時々何ですかそれはっていうふうに聞くような、そういう、まあ、言い方をできるだけしようというふうに思っていました。面白いヒントになった気がします。次に小田香織監督にお聞きしたいんですけど、2018年にあの優しさへをご紹介させていただいてから2度目のジャパン活になります。で、処女作のノイズが言うにはから10年の今ですね。セノーテはメキシコへのリサーチ撮影が2017年の5月から6月、そして2018年の5月から6月と同年の11月の3回に分けて5ヶ月間でしたか、ありましたね、撮影が。3ヶ月。あ、3ヶ月ですか。で、2019年の上旬に編集されてから4月に完成して、去年の10月の山形映画祭で公開しました。劇場公開は9月からということなんですけど、はい、3月のロッテルダム映画祭で増渕愛子さんとの取材の中で、サライバーがとても大きな印象を残されて、場を持つ力について再確認したっていうふうにおっしゃってるんですけど、今回マルタさんっていうご友人を通してセノーテの存在を知ったと思うんですけど、その場の重要性っていうのは今回直接的に惹かれた要素っていうのはあるんですか？もうすぐ丸田さんから聞いたときに、あ、この場にっていう風になったんですか？行ってみたいとは思ってました。セノーテのことを教えてもらって、とりあえず一度お金貯めて行ってみてから
で最初リサーチしてどんな具合か見て決めようと思ってました。坂上さんとお二人で、はい、その山形映画祭の道場のワークショップで参加をされて、小田さんはその講師の方に意見を聞いたら、うん、作品をブラッシュアップするのが初めてだったというふうに。そうですね。具体的にどういう感じだったのか教えていただけますか。各人参加している人は何が欲しいかっていうのをなんとなくこう持ちながら多分参加されたと思うんですけど、自分の場合は、まあ、大体素材はあって、まあ、あと1回撮影するかなっていう感じだったんですけど、その前に道場に参加していまいち映画の本質が何なのかっていうの、いろいろまあその神話だったり伝説だったり人の仕事だったり通ってたんですけど、自分はこの映画で一つ見せたいの何なんだろうと思った時によく分かってなかったんですね。最終撮影で思ってたけど、素材はあるって思ってたけど、編集する前に、最初のラフ作る前に、本筋が一本自分の中に通ってないというか、で、それっていうのはもちろん自分で見つけないといけないんですけど、でもやっぱり一人で編集、撮影もして編集もするので、自分じゃない意見っていうのを取り入れてみたかった。やっぱ皆さんエクスパートですし、いろんな意見、ご意見いただいたんですけど、一番残ってるなっていうのは、正田和弘さんが講師で参加されてましたけど、正田さんがおっしゃった、ずっと表面を漂って何かを見せていくのか、それとも一つナラティブとして入って潜ってそこまで行ってまた出てくるのかっていうのは、もうちょっとこうクリアにした方がいいんじゃないかっておっしゃってて、それは自分も、ああ、確かにそうだなと思いました。そのご意見も大きかったですね。なんかすごい潜るっていう印象が強かったので、その時点ではそうでもなかったということなんですね、表面。そうですね。その時点ではまだ1回しかタンクつけて潜ってなかったですし、素材もまあなかったっていうのもあるんですけど。リサーチの時に、まあ、まずはその現地を体験するっていう意味ですごい小さな村に一人でこうホームステイさせていただいていて1週間ぐらいいたんですけど、彼らはスペイン語とマヤ語を話すんですね。で、まあ、幼い子とかはスペイン語しか話さないんですけど、まあ、私は英語ちょっと喋れるぐらいでスペイン語ほぼ分からないので、もちろん向こうの人たちは英語喋らないし、こう身振り手振りでコミュニケーションするんですけど、大人の人は結構、もちろん当たり前ですけど、異邦人なんで、警戒してるんですよ。で、どうやって扱ったらいいか分かんないみたいな感じだったんですけど、でもね、子供たちはカメラとか一緒に触って遊んでたら、よくしてくれたって大変ですけど、楽しかったんですよ、時間が。彼女たちとの。で、お互い取り合ってて、あのショットは実際私が撮ったのか、またそこら辺の男の子とかが撮ったのかわかんないんですけど、その中の一人です、彼女。大人の場合は、お話、セノーテで撮影するのと一緒にインタビューもさせていただいてて、で、彼らのお話を聞き終わった後に、ポートレート撮ってもいい人は、こう、8ミリで撮らせてくださいって言って、その時の指示は、カメラをただ見てくださいっていうだけです。ポートレートのクレジットに30名ほどの名前があったと思うんですけど、でリピートする方とかもいたと思うんですけど、省いた方とかってもあったんですか？もっと多くポートレートは撮ってるんですか？ものすごく撮ってました。うん。倍はいると思います。その中で私が特に好きな顔の人っていうのを残させてもらいました。3月の時点では、フィクナムの上映は決まってたんですけど、その出演者に届くような工夫がまだできてなくて考えてるっていう状態だったんですけど、続報はありますか？なんか移動型シネマとか。そう、それね、やりたかったんですよ。で、まあやるんであれば、今年新しい作品作る前にメキシコに行って、マルタと一緒にって思ってたんですけど、変更になってしまいました。写真も撮られてたんですか？あの8ミリだけじゃなくて。私は8ミリを撮ってて、他の人たち、
同じスタッフかチームの子たちは静止スチールやってました。うん、でその静止スチールは違う形で工業とかされる予定はあるんですか？今のところはないですね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にお待たせしました坂上監督にお伺いします。この4人の作家さんたちの中ではキャリアも本作品の経歴も一番長いかと思うんですけど、ライファーズっていう作品が2004年に完成されて、ライファーズを参考にできたシネマ朝日の TC 訪問を初めてされたのが2009年で、制作のと交渉を含めて10年を経て、今年の1月にやっと劇場公開ができたにもかかわらず、コロナ禍の影響で中止、で東風配給と立ち上げの仮設の映画館で急遽5月の16日から7月の10日まで国内での配信を開始されたということなんですけど、あの劇場公開の再開のめどは現状立ってるんでしょうか？5月ぐらいから、ぼちぼちあの地方とかでは再開していて、で都市部も、6月頭とか5月の末ぐらいからは、まあ、劇場は再開はしてるんですよね。ただやっぱり間引きをして、フィジカルディスタンス、ソーシャルディスタンスですかを取るために、半分から4分の1ぐらいの席で運営されているので、そもそも席数がすごく少ない上に、やっぱり人の心がまだその映画を見に行こうっていうところに戻ってきてないようなところがあるので、すごく少ないですよね、うん、最初にお聞きしたかったのが、先ほどのイアンさんの話でもあったんですけど、モザイクを最後の最後までかけるかどうかっていうのを本省との戦いだったっていうふうに読んだんですけど、具体的にそのモザイクの規制の詳細っていうのはどういう、さっきごめんなさいね、イアンさんの話を聞きながら自分のことを聞いているようで大笑いしてしまったんですけど、やっぱりこの社会って不思議な社会で、特にその、法務省とか官庁はとか、あと、まあ、NHK だって官庁みたいなところがあるので、なんかこうお役所的な観点からいくと、こう見せないリスクをもうミニマムにする、ゼロに近くすると。だから例えば私が接触していた法務省は、まあ、今でもいろいろまだやり取りがあるんですけど、やっぱりこう受刑者から訴えられないために、そのリスクゼロにすると、もう足も出ないような、本当なんていうかな、許可を取らせてもらう受刑者とか、その支援員っていうスタッフの人、民間の職員がいるんですけど、その人とか、まあ、刑務官は一切モノタッチだし、もうとにかく喋らせてもくれないし、説明もさせてくれないし、みたいなところからスタートしてるんですよね。だからそのモザイクに関しても申請するときから人として扱いたいので、今までのようにこうセンセーショナルにとか、その刑務所についての映画を撮るつもりは私はなかったので、一人一人の物語が立ち上がってくるように撮りたいので、最後の、まあ、だから10年間ほぼそのことで戦って、で最後に法務省とか刑務所との試写もあるんですね。で そこでも私は本人が良かったらいいんじゃないですかって言って、もう出所した方もいたの で実際やっぱり聞いてみると、出所した人の中には顔出ししてもいいという人もいらっしゃるんですよ。で同意書も結んだりしてたんです、出てこられた方と。であるんですよって言ってもダメですって言うんですね。もう決まりだからって言われて、じゃ決まりはどこにあるんですかって言った時に、みんな出してこないんですよね。見えないところですごい戦ったんです。で勝利したのは声を変えなくてよくしたんです。それは完成の半年ぐらい前に、もう声出なかったら、声変えたらこれ人に見えませんよ、映画になりませんよ、で映画になったところで人来ませんよって、もうすごい脅かしじゃないけど、もう単価切ったんですよね。それで、まあ、声はなんとか残せたんですよ。でも顔はやっぱ最後の最後までダメで、で私の戦ったところはモザイクの濃度、モザイクっていうかブラーっていう編集の、テクニックがあって、モザイクっていうのをこうガビガビにしちゃうやつなので、実際誰が誰だか分からなくなるので、法務省の意図としてはそれが一番嬉しいんだと思うんですけど、そうすると人として見えないし、表情も一切感じられないので、限りなく
モザイクこうカバーはしてるけど、なんとなく笑ってるとか、なんとなくこう雰囲気が泣いてそうだなとか、分かるような濃度にしようと思って、でこれもすごい戦いだったんですけど、でも私にとってやっぱりブラー作業っていうのは、彼らのアイデンティティを消す作業だったから、すっごい辛くて、精神的にすごい病んじゃったっていう、病むっていうか、落ち込みましたよね。それは非常に葛藤でした。戦いがずっとあるにもかかわらず、そのスタンドアートの制作が同時進行にあったと思うんですね。それは、あ、そうだ、はい、高見ありささんとどの時点でどれぐらいの長さでそういう、進行されてたんですか？それはね、あの戦ったけど最初から無理だと思ってましたよ。この社会で今のこの現段階で、ブラーなしで出せるとはやっぱりどうか思ってなかったので、戦うけど無理だっていうあのバックアッププランをいくつかこう作ってたので、でたとえ顔が出たところで若見さん の, あのサンド アニメーションはあのあった方がいいなっていうふうに思ったので、まあ、あの若見さんと一緒にやるって決めたのは多分すごい早い段階、あの撮影し始めたぐらいからあの人に紹介してもらって会って話を詰めていったんだと思うんですよね。映像を撮り終わったの2016年なんですけど、編集がなかなか始められなくて、なんかいろんなことがありすぎて編集に集中するのがすごい遅れちゃったんですよ。で2018年ぐらいからようやく思い越しを上げてこう編集し始めたので、若見さんには本当3年とか待ってもらった感じ、あの本当にあの彼女にここからここまでお願いしますって具体的なあのシーンを渡したのは、完成する本当に数ヶ月前なんですよ。だから、うん、そうそうそう、でもう、あ、捨てられ、赤見さんにもう捨てられるってなんか思いながら、ごめんねとか言って、それで最後、まあ、奇跡的に彼女が、あの仕事がガッと少し空いたので、3ヶ月とか4ヶ月ぐらいの間にだと、あの詰めてやった感じですかね。最近やっとちょっと本来でもなんか持ってなきゃいけなかっただと思うんですけど、なんかそのさっきの家族の話とつなげて考えたことなんですけど、なんか例えば虐待にしてもそうだし、なんか育児放棄みたいなことにしてもそうなんですけど、なんかそのせいで自分がなんか悪くなったとは思いたくない。結構もともとゆっくりこう自分の中でこう練って考える人だと思うので、辛さが多分あるんだと思うので、特にその重いことを考え始めると、ね、それを抱えられるようになることは一つこう出るまでには少なくできることですよね。抱えられるようになっている状態ってなんか具体的にちょっとあれかもしれないですけど、いやどんな状態になったら抱えられてるっていうんですか？DC では日本語ではその治療共同体と訳されていることが多い中、あの映画の中では治療じゃなくて、治療はその医師とか患者という言葉を内包するので、それを避けるために、回復共同体、または普通に TC というふうに表現していると思うんですけど、このシーンにあるようにその話す場があることの必要性はもちろんなんですけど、あの聞く体制ありきかなというふうにこのシーンは特に思ったんですね。このうーんっていうその答えを出される前にその TC のスタッフが考えられているシーンのところで、私たちみんなが聞く体制が必要だったり、こういう質問ってもう本当にあの受験者の中だけじゃなくて社会の中でどこでも誰でも抱えられるようなすごくごく普通にありきたりな質問なのにすごく難しい質問だと思ったので、こういうだから聞く体制がありきなのかなっていうふうに思ったのが一つと、もう一つはそのアシ監督の言葉でその関係性が変わっていくっていうことがあったと思うんですけど、広瀬監督のある取材の中でそのままその撮影者と被写体の関係性がドキュメンタリーでは変わってくる一方では、夜明けとかのようなフィクションの中では撮影期間に決められていて同じ船に乗ってお互いこう信じ合うことで進むっていう対比を感じられたっていうふうに読んだんですけど、でも今回はその菊池さんとは共犯関係っていうのが良かったなっていうふうに読んだんですけど、共犯関係についてちょっとお伺いしたいんですけど。
難しい。もう完全に菊池さんは、まあ、映画完成してからもそんなに私のことを全信頼を置いて委ねていたわけでは決してないとは思っていて、ドキュメンタリーの面白いところはやっぱりそういうところだなと思うんですけど、なんかこうきちんとこう疑うことによってこう信頼関係を築いていくっていうところがあるのかなと。フィクションはやっぱり信じるっていうことでしかなかなかこう共犯関係ってやっぱり生まれにくいと思うんですけど、ドキュメンタリーの場合はなんかこう被写体とこう疑い合うことでなんか作っていくものなのかなっていうのは撮りながらとても思いましたね。そうですね、なんかとにかく NG が禁じ手が多くて、やっぱり撮ったものをこれすごいいい言葉拾ったと思っても翌日に菊池さんから電話かかってきて、あれは使わないでくれとかって言われてしまうことも結構あったんですよね。まあ、本当そういうことの連続で、まあ、どう菊池さんを騙すか騙すって言い方は非常に良くないんですけれども、まあ、それぐらいの上級者だと思ってたので、なんとかこう言いくるめたり騙したりっていうことも含めて楽しんでいかないといけないなと思って、菊池さんもそれを望んでいたと思うんですね。なんとかこう自分をもっと乗せてほしいと、そちらの船に、なんかそういうことのやり取りの連続で、菊池さん自身も多分それを面白がって刺激を求めてくださっていたんじゃないかなというふうに思います。なるほど、もうちょっとよく分かった気がします独特な関係性ですね中上監督の場合はすごく直接的になるんですけど、撮影中のお話が禁じられていたり、まあ、全くその今広瀬監督が言ったような、まあ、ある種健康な引き合いだったり信頼関係の築き合い方かなと想像するんですけど、全然そういうことができない、先ほどおっしゃったように手も足も出ないような環境で信頼関係の築きようがないっていうふうに読んだんですけど、いかがでしたか？そうですね、だからすごい対照的ですよね。私の場合はなんていうかな、そうコミュニケーション取らせてもらえなくて、で唯一取れたのがその1対1のインタビューの時間なんですね。でインタビューの時間を30分もらえるんですけど、事前に申し入れて、でプログラムとかやってる時間内にやらなくちゃいけないんでしょ。だから急に呼び出されて、おーってこう撮ってていいぞっていう時に、はい、インタビューとか言われて連れ出されて、もうちょっと今ちょっと待ってくださいとか言っても、ダメとか言って、いろんな時間があるからダメとか言われて、刑務官のスケジュールもあるからダメ今とかって、いややんないんだったら終わりだよみたいなもういつも常にそのもうすぐインタビューだみたいな、そういうこととのこうなんていうかな戦いだったので、十分にいいタイミングでいつも取れたわけではないんですけど、でもそのインタビューの時間っていうのが唯一信頼関係を作れる時間で、ただそれも最初からうまくいったわけじゃなくって、焦ってるんでしょこっちとしては。だってそこしかないわけですよね。だから焦ってガンガンこう質問をぶつけるんですけど、ぶつければぶつけるほどなんかどうでもいい答えっていうか、ああいい子ちゃんの答えだなっていうか、こう映画的にこういう言葉がいいのかなって、読んで忖度した答えが来てるなとか、中で気がついて、もういいやって思って、何にも取れなくていいって思って、もう彼らと唯一ここで話せるんだから、もう全然使えなくてももう一番最後のなんか何ヶ月かで取れればいいってぐらいに思って、2年間捨てていいって思って、でもう おしゃべりにしたんですね。でもちろん後ろに刑務官何人もいるので、なんかダランとかはできないし、まあ、一応こう起立礼まではさせる、私たちもしなきゃいけない、起立礼までするので、そこからちょっとふにゃんとして、最近どうとか、さっきこんな話したけどさきついよねとか、なんかそんな風にこうおしゃべりモードに変えてったら、彼らの反応がすごい変わってきて、やっぱ最初全然使えないですよ、なんか単なるおしゃべりだから。でもね、やっぱ信頼して、最後英語の一番最後に、被写体の人がお礼言ってくれたりとか、ちょっと涙ぐんだりとか、いろいろありますよね。一連のシーンに多分ちょっと出てるんだと思うんですけど、信頼関係全然築けなかったわけじゃなくって、私たちなりにものすごい制約の中で
作っていったんだなっていうのがあの時感じられましたよね。で、先ほど広瀬監督も坂上監督もインタビューについての話があったんですけど、全然その小田監督のインタビューをしてる様子が想像できないんですけど、どういう感じだったんですか？私はいるだけです、基本的には。いて、最初の質問はもちろん自分から投げかけますけど、その後は大体同じ質問をするので、どなたにももう流れが分かってるんですよね、チーム内で。なので皆さんもちろんこちらから質問はするんですけど、その質問に対してじゃなくて、皆さん結構自分が言いたいことをおっしゃるので、それをずっと聞いていくっていう感じ。なんか面白いですね。逆に言うと、広瀬監督とか坂上監督がいかにその流れにのめり込まれないような工夫をしなきゃいけないのが、小田監督はただそれを回していたっていう、その流れのままっていう感じだったんですね。そうですね。でも言葉が分かってないっていうのがでかいかもしれないですね。これが日本語でインタビューさせてもらってて、で私が直接質問したりとか相づち打って言ってるんなら、まだちょっと別でしょうけど、ダイレクトでコミュニケーションする人はまた別にいて、で私はまあ後ろに本当にいる感じだけだったから、受けるしかないっていう、それは私の選択じゃなくて、もうそれしかないっていうだけでした。それはどういう感じでした？開放的なのか、ちょっと制約的なのか。プレッシャーはないですけど。でもずっと本当 3,4 時間皆さんずっとお話しされるので、要約してインタビューしてるアシスタントの人にはちょっと申し訳なかったかなと。大変そうでした。私なんかは分かってるふりしてうなずいてるだけやから。でも空気なんです、自分が見てるのは。あ、ごめんなさい、初めからこうオンを使おうというつもりはあまりなかったんですか？いい意味でインタビューされている人たちの個性が見えてこなくて、基本的にずっとオフじゃないですか。喋っている姿を使おうっていうのは、使わないっていうのは初めから決めていらっしゃったんですか？あんまりこうどなたかが喋ってて、でそれを自分がスタティックで撮るっていうイメージはなかったですね、確かに。というよりも、インタビューの場合はやっぱりもちろん日本でも本とか読んで勉強するんですけど、実際その住んでる人の話聞かないともちろんわからないっていうのもあるなっていうので、こう勉強するためにインタビューをさせてもらってました。勉強するのと、あとその感じる彼らがどういうふうに喋ってて、実際何を喋るのかっていう、何を伝えたいこととしてあるのかっていうのを、かなりインタビューしたけど、そうですよ、一個も使ってないですね。一応録画もしてたんですけど。そうなんですね。インタビューから得た情報をその自分なりに再構築するっていうような意識が結構あったんでしょう。そうですね。でもインタビューでしたかったのはそれです。自分が再構築できてるかわかんないですけど、こうインプットとしてガーッと浴びたかったっていうのがあります。マヤ文明に特化だけではなく、そのいわゆる人類文学みたいなジャンルに直接的に入り込むようなポートレートのスタイルだったと思うんですけど、そういう人類学のレファレンスとか参考書とか参考作品っていうのは何かありましたか？今回サーチ行く前に読んでたのは、フランスの文学者でルクレジオっていう人がいるんですけど、その人がメキシコに滞在してた頃に書いたエッセイだったりとか、マヤの人たちの神話を初めてこう英語なりスペイン語なり訳したものがあって、それなんかは読んでました。それ非常に面白かったし、私が今回取り組む中で核になってると思います。でもルクレジオは人類学者ではないです。広瀬監督のゼロからではなくっていう点について、想定の仕事と監督の仕事が
つながるのかなっていうふうにおっしゃってたんですけど、実は大林監督についてのパネルも収録していまして、このジャパンカツ映画祭のために、その時に大林千組さんがゼロからではない監督に2つの種類があって、1つがゼロから作る監督と、もう1つはゼロからではなく作る監督っていうふうに、そういうこう話があって、ちょっと勝手に結んじゃってるんですけど、どうなんでしょうか。そのコンセプトについてもうちょっと詳細を伺いたくて。ですね、面白いですね、それは。前海外の映画祭で知り合ったドキュメンタリーの作家の方が、ドキュメンタリーは注射器で吸うイメージで、フィクションはプッシュするイメージだというふうになんかおっしゃってたんですけど、でも私としてはフィクションも吸わないと出せないでしょというふうに思っていて、この世界を作るのではなくて、世界がそこにあってそれを見つめていくっていうのが、それはフィクションも同じなのかなと思って、私自身はそういう姿勢でいるつもりなんですよね。確かにそのスタイル2つあるっていうのは、なんか作品を見てても感じる部分はありますね。ゼロから作る監督のなんか代表格みたいな人は誰ですか？ですよね、お聞きしたい。その大林さんのお話の中では、大林監督はゼロからではなくっていう話だったんですけど、逆にゼロから…ゼロからってどういう意味？その監督自身は何も知らない状態で作るという意味ですか？おそらくその役者さんなり何でもいいですけど、こう素材を集めてきて監督何かを作る人と、なんか素材から作る人というか、っていうイメージだと私は思ってたんですけど、そうですね、おっしゃったように現場を生かすってことなんですかね。フィクションであれドキュメンタリーであれ、だからドキュメンタリーでもそういう意味ではもう構成主義的に頭からこういうふうに作ってっていう、ね、NHK 的なもの、ありますよね。もうあらかじめこう要素も構成も考えて、そこから枠から外れないように作っていくのは、私もはっきり分からないですけど、その、ゼロから作るっていうことで、別にリサーチするかしないかとかっていうよりは、リサーチしてもしなくてもその現場でどう動いていくか、なんかこう作用していくっていうか、化学反応みたいなのが起こってって、それをどう映像に取り込んでいくかっていう姿勢によっては、ゼロであったりゼロでなかったりっていうふうに言えるのかなって今聞いてて思いました。だから例えばフレデリック・ワイズマンなんてほとんどリサーチしないですよね、観察映画のオブザベーショナルの。だけど私あれも全然リサーチしてないわけ、リサーチしてないっていうか、事前知識がないわけじゃなくて、生きてればいろんな情報入ってくるので、僕は全然リサーチしないでゼロから作ってます的な言い方をするけど、それだって今の、話に合わせて言えば、現場で全部取り入れてるわけだけど、事前の知識もあるわけだし、なんかどっちかゼロかゼロじゃないかなって、実はそんなにはっきり言えないですよね。そうですね。この話も多分いいと思うんですけど、最後にそのゼロでないっていうのは、つまりそのビジョンがすごくこれにする、これを撮りたい、これがいいっていうのだけを撮って、それ以外は撮らないっていうことが多分ゼロではないんですけど、私からしたら、まあ、ここちょっとカットなんですけど、小林監督の作品って究極のビジョンだと思うんですね。なので、その多分現場の話があったと思うんです。この話は多いんです。ちょっとこれカットなんですか？いいじゃないですか。私も小林さんめっちゃクリアなビジョンも、それでもそうおっしゃるっていうことは、やっぱりその現場での自由ななんか取り入れる、そのすごくおっしゃってたので、その一人じゃなくて何人もおっしゃってたので、ね、もう一つちょっとお話ししたかったなっていうのは、分かった気にならないこと、まあ、例えば広瀬監督の作品はナレーションが入ってない、その選択肢をされた理由とか、あと坂上監督もまさにその分かった気になってしまわないための工夫をいろいろ、そのトーキングヘッドのインタビューを、専門家のインタビューを入れなかったとか、小田監督も言ってるのは、分かりやすいということが前提であるっていう社会になってるけど、そうでない場所を確保しなければいけないっていう語ってると思うんですけど、その分かった気にならないための工夫、選択肢
とのバランスみたいなのちょっと大きく言うんですけど、なんかありますか？まあ、でも分からないですよね。あの、分かった気に なれないと思う。本当にしっかり誠実に他人に向き合ったりとか、世界に向き合ったりとか、一つの事物に向き合えば分からないけど、分からないなりに取り組んでみて、で、とりあえずの今のところの成果がこれですっていうのが、まあ、私の場合はですけど、そうだから、まだ分かんないものとしてある。映画の後も。で、それは、あの、ずっと考えていくんだろうし、まあ、もし背負うべきものなら背負っていくんだろうし、っていう、継続、もっと継続的なものなのかなっていうふうに思います。こう、ワンピリオドじゃなくて。分からないものを分からないまま提示したいっていうのはありますけど、でも分からない余地をどう残すかみたいなことは編集の段階では意識するかもしれないです。分からせる部分は当然必要なんですけれども、ちゃんと謎を残すというか、そこにどう関わりを持ってもらうかみたいなことは編集の中で余白として残すようにはしてますね。坂上監督もそのライファーズを TC のプログラムの方も皆さんも見なければいけないということで、本当に直接的な途中経過をずっと追ってるっていうような感じがするんですけど、いかがですか？私はだからテレビの時代からずっと同じテーマやってるんですね。暴力の加害、被害とか、その、傷を負った状態でどうそれと共に生きていくかとか、だからそれは1990年代の真ん中からやってるとすると、もう25年以上、30年近くやってることになるんだけど、じゃあ、まあ、あの、なんとなく分かってきたことっていうのは実際ありますよね。だから、あの、いろんなその間にいろんなリサーチも社会学的なこう見地も、あの、表に出てきているので、で、それを私も海外の刑務所とかプログラムを見て、あ、そうだなって合致するところとか、いや違うんじゃないとか、いろんなこうことが この間見えてはきてるけど、同時にやっぱり当事者の人を長い間見てると、例えば1990年代から今に至るまでずっと知ってる人とかも何人かいるんですよ。で、そういう人に時々会って、また全然知らなかった彼らの側面が見えてきて、いや、また、いや、私もう二十何年もこの人知ってるけど、そんなことあったんだ、そんな見方してたんだとか、そんなことで苦しんでたんだとか、なんか何にも知らないじゃん、私みたいな。だから、そういうのをプロセスの中で発見して いけ、この映画作りながら行ったっていう感じはありますね。だから私も学ばせてもらったっていうか、うん、いつも、だから、ある人によったらもう二十何年も撮ってんだから分かってんだろ、答えみたいな、出来レースだろ、みたいな、思ってる人もいるのかもしれないけど、そんなこと、いや、全然違って、文脈違えばまた全然違うわけだし、文化違えば違うわけだしっていうので、うん、いっぱい発見がありましたね。包んで開いての、三戸さん、三戸功さんの存在の鍵と、ちょっと無理やりなんですけど、あの、小田さんの iPhone X で潜りを撮影されたっていうことに関して、ちょっと私の中では共通点があるんですけど、まあ、まずお聞きしたのは、小田さんは iPhone X で水の中を撮影するっていうのは最初からこう それ以外の選択肢ってあったんですか？ iPhone 7です。7です。7の大きい方でやってて、最初は、ね、テストのつもりで撮影してました。でも、本番は 5D をハウスに入れて撮ろうと思ったんですけど、iPhone で撮った絵が意外といけたのと、自分にとって、うん。あと私の泳ぎが上達しなかったっていうのがあって、うん、あの、ちっちゃい方がね、やっぱり振り回されないんで、私の体が撮影中。大きいと、こんなデジカメでもでかくなっちゃうんですよ、ハウス入れたら。で、あって、この2つで、もうじゃあ iPhone で通したらいいんじゃないかと思いました。で、その時点でポートレートはもう 8mm っていう、そういうことはもう決められてたっていうことですね。それは決めてました。私の中では、その菊池さんのポートレート作品っていうだけじゃなくて、三戸さんが入るっていうことで、すごくこう入りやすかったっていうか、三戸さんの存在がすごく、まあ、あの、監督もシンパシーを感じらしてたっていうふうに語ってるんですけど、なんか我々、私世代とかデジタル世代っていうのは、
すごく共感する部分もあるのかなと思って、そのアナログに対する、まあ、ノスタルジーだったり憧れだったりリスペクトでもちょっと手の届かないみたいな、その水戸部さんが菊池さんにもしかしたら対するその視点が効果的だったっていう一つのことと、まあ、どの時点でどういうぐらいの役割を水戸部さんにその作品の中にお考えだったのかなっていう。そうですね、私自身がやっぱりこうフィルムに対する憧れとか上野さんに対するなんか叶わないと思ってしまう気持ちがあったので、水戸部さんのようにこうデジタルしか触ったことないっていう人を映すことには若い世代の人には当然入りやすいでしょうし、そういう気持ちで確かに撮り始めたっていうのはあるんですけど、水戸部さん自身はそこまでその自分はデジタルだから菊池さんはアナログだからっていう考え方はほとんどされていないんですよね。なんかそれは非常にこう表面的な見方を私自身もしてしまったなと思っているんですけど、水戸部さんとしては出来上がるものはやっぱり紙の本なのでそこは変わらないっていうふうにおっしゃってて、ちょっとそこをそのツールに私自身固執しすぎてしまったのかなっていうことに逆に気づかされました。今のに意見言っていいですか？なんか水戸部さんと菊池さんが出てきたのってすごくよくて、でどっかで読んだんですけど、その広瀬さんが水戸部さんの方がどっちかっていうと親近感が湧くっていう、それがまさになんかそのまま現れてたっていうか、で菊池さんへのイフみたいなのが映画全編には流れていて、な緊張感みたいなのがところどころやっぱりところどころっていうかずっと感じられて、でさっきお話あったみたいにそんな電話してきて使うなみたいな、そこまでは知らなかったけど、なんか広瀬さんの姿勢っていうかがすごいこう感じられたので、そういう意味で言うとなんかそれが見えただけでその水戸部さん の, 存在ってすごい大きかったし、なんかアナログかデジタルかっていうより彼自身もやっぱすごい死をあがめてて、それをこうなんていうかこうどうそれに対峙していくかで、その存在すごい大きいからね、なんか何をやっても彼の影から逃れられないみたいなことも言って、そこら辺もすごい面白かったし、あまりこう菊池さんへのイフがなるべく出ないようにしようと、もちろんそう出ますどうしてもなんかそこは出てしまうみたいで指摘されると恥ずかしいですね。でもそれが面白かったよ、うん、うん、ちょっとだけトーマスさんに結構こう地方で女性が裏方やって男の人が偉そうでっていうそのね家父長的な側面がところどころ映ってて、私はそれがすごい面白かったんですけど、あれはどういう狙いとか映っちゃってたのか、それとも結構意識してそれを撮ってたのか。ありがとう、その質問。頑張って撮ったんじゃなくて映像の中に入ってたものであって、頑張って編集で残した。で特にその女性がお寺に行っていいか行っちゃいけないなのか、受付やっていいか受付やっちゃいけないなのかっていう議論話があって、で何言ってるよなって、もちろん女性はお寺に来れるんだよって言われて、でも実際にお寺に行ったらただ食べ物を用意するだけなので、それを実際にそうだったけど、絶対にこれはなんかそういうふうに思ってるあなたはバカじゃないかっていう言い方をされてるのに、実際に行ったらそういう仕事をさせられたっていう、まあさせられたっていうのかそこまでじゃないかもしれないけど、要するにそういうことになってしまったっていうことはどうしても見てもらいたいと思って編集でやりましたよね。だからそれいいか悪いとかじゃなくて、ただそういう議論もあって、こういうやり方もあって、その本当に男性と女性のなんかところどころで違うことがあったっていうのはやっぱり見てもらいたかったんでしょうね。ただフィルメーカーとしてジャッジメントをする、これはいけないとかこれは悪いとかこれは直さないといけないとかじゃなくて、これを見ていただいて見る方が決める、それこれはどう思うかどうか、本当に頑張って残したんですね。多分大きく言うと3回ぐらいそのテーマが出てくると思うんですよね。でももしかして今までいろんな映画祭に上映されたりとかしてるのに、それについて聞かれたとか言われたことはもしかしてないかもしれない。そんなことないでしょ。
なんかよくそのぼかすかぼかせないかとかその C についての質問はもちろんよくあるんですけども、この男性と女性の話はもとにかくありがとうございます。 Save the Cinemas のパネルの収録があったんですけど、その時に濱口竜介監督がある意味このコロナ状況下の中で浮き彫りになっているのが自主映画制作がどんだけ強いかっていうことだったんですね。でまあ、強いっていう言葉を使っていいのかっていうふうにおっしゃってたんですけど、ある意味一番こう小回りができるというか一番コントロールが効くというか対比になってたのが海外共同制作だったんですけど、まあもちろん後者の方は今すごく困難なんですけど、まあこれからの作品次回作などなどの話を伺いながらも、自主映画ドキュメンタリーをこれからどういうふうにされていきたいかということを教えていただけないんでしょうか。そうですね、私自身は、まあ、ドキュメンタリーを作っていくっていうよりかはフィクションをフィールドにしていきたいとは思っていて、やっぱり役者でもない人を撮って公開するっていうことにやっぱり未だに怖さが当然皆さんあると思うんですけど、恐れがあって、まあ、菊池さんくらいの方であれば私が及ぼした影響とか映画が及ぼした影響っていうのを跳ね返す力のある言葉のを持っている方なので躊躇なくできる部分もあったんですけど、すごくやっぱり難しいなっていうのを一番にやっぱり感じて、ドキュメンタリーのを公開していくっていうのは本当にその人の人生をやっぱり引き受ける部分は なくちゃいけないと思うので、すごく勇気のいることだなっていうのをずっと感じていまして、この人を撮りたいっていう人が現れたらもしかしたらまたカメラを向けるかもしれませんが、まあ、そういう人から知恵や言葉をいただきつつ、まあ、フィクションを撮っていけたらなというふうに思っています。自主映画についてちょっと難しいですね。どういうのがいいのか。濱口監督がおっしゃっていたのは、こういう映画産業が難しくなった時に一番こう見てもらえるっていう影響が少ないっていう意味でおっしゃったんですかね。自粛の中で撮影を再開するっていうことになっても、スタッフを最小限にするとかそういうことを言われても、自主映画はそもそも最小限だとか、撮影の現場自体が一番こういう危機があるときに重要な。そうですね。だからそれが、まあ、確かに強みではあると思うんですけれども、自主映画って、まあ、ある種、やりがい搾取的なところも当然生まれるような制作スタイルなので、それに、甘んじないようにちゃんとこう産業に乗っけていくっていうことはやっぱり考えていかないといけないのかなというふうには思います。小田監督お願いします。そうですね、今の自主映画のお話を受けて、私もやっぱり自主映画もちろん小回り聞くと思いますけど、好きでやってるから、じゃあこう生活はどうなんだろうとかっていう問題たくさん今までもあったし、コロナでもっと明確にこれ自主商業関係なく浮かび上がったのかなというふうに思います。いかに映画の人たちが置かれないかって、自分たちも含めて。で、自分なんか思うのは、もちろん興行収入でリクープ制作費なりみんなのお金をリクープしたらいいんだけど、そうじゃない作品とか、それが難しい新人の人たち、自分も含めて、が、やっぱり言うじゃないですか。そういうところを、でも、そういう映画を流す興行館も含めて、守っていく、もしくは育てる文化庁のお金がいると思う。恒久的な、一時的なんじゃなくて、もちろん今のコロナのお金もそうですけど、それは、今回コロナで考えました。新作は、やりたいことたくさんあって、でも、一番先に言うのは宇宙に行きたい。宇宙から地球と宇宙飛行士の人を撮ってみたいです。でも大阪でも何か考えます。まだ時間かかりそうだから。
大島渚賞の授賞式でもそうおっしゃってて、その場でおっしゃったのかなと思ったけど、本当にそう。そうなんです。至る所で吹聴していて、お金持ちだけどあんまりうさんくさくない人に出資してもらいたいです。2人とほぼ同じラインというか、小回りは確かに効くんだけど、でもやっぱりもうちょっと、まあ、そもそもドキュメンタリーがその映画産業としてカウントできるのかっていう、ちゃんとこう成り立ってるところといえば、テレビが資本で出しているようなドキュメンタリー映画も最近多いじゃないですか。そういうところはなんとか成り立つのかもしれないけど、私みたいに自分たちでお金出してクラウドファンディングやりました、でまだ足りないですみたいなのを全部自分で働いて大学で教えて、その給料で埋めて、で、上映しました。そしたらコロナになりました。 お客さんほとんど来ませんみたいな中で本当にリクープできるのか。例えばリクープできたところで、私の今までのやり方っていうのは、そのお金でまた次の作品を作っていくベースにするので、海外見たりするとやっぱすごいそこら辺がしっかりしてるから、どんどん育っていくんですよね、若い人も。だけど日本はなんかそこがないから、薄いから、なんかもう、本当に命がけでそれやる人しかなんかね、成立しないみたいなことになっちゃってるから、すごい弱いなっていう感じはしますよね。もったいないなっていう感じがします。で、実は10年前に撮ってた映像がちょっとあってっていうか、結構ね、浮気症なんで、その長い長編やりつつ、あ、これも面白い、あれも面白いって手出して途中で頓挫してるのがいくつかあって、そのうちの一つをコロナ禍で、よし、もう今じゃないと絶対編集しないと思って10年前の映像をちょっと編集し始めたんですね。したら、まあ、長編は絶対無理、撮れ高がからコロナ禍でね、ずっと2週間に1回オンラインでミーティングやってきたんですよ。そうそう。で、来年の頭ぐらいにはなんかショートで作品にしようできるんじゃないかなって思ってます。はい。なので長編はちょっとしばらく無理かもしれないけど、短編で頑張ります。よかったです。楽しみです。はい、お願いします。足監督、まあ、坂上監督みたいに編集しようと思って、新作が9割ぐらい撮影が終わってたので、そのコロナになった時だから、あまり先考えないで、お金とかはあまり考えないで、その自粛してる中で、じゃあよし編集しようと思って、それで編集に入ったんですね。今回はそのジャパンカッツに直接参加できないことがとても残念ですけど、本当に大きいスクリーンで作品を見ていただいて、上映後のトークとかは本当はしたいんですけど、まあ、今回はできないのは残念です。ただし、その代わりに今回ジャパンカッツがオンラインになって、アメリカにいる誰でも参加できて見ていただけるのが本当に素晴らしいことだと思うので、それはすごい感謝しています。はい、皆さんの精魂込められた人間愛にあふれるこの4つの作品をご覧になることで、今の足監督の言葉があったように、皆さん自宅でも少しでもその困難の時期のこう模索する手がかりがあるといいなと願っています。皆さん長い時間本当にありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんの作品も見せていただいてありがとうございました。本当は大きなスクリーンで見た方が良かったけど、どれも面白かったです。勉強ありがとうございました。ありがとうございました。